皆さん、おはようございます。ティーン。政治の話をする、えー、キングタクでございます。はい。出生か市議会議員選挙、市長選挙、いよいよですが、その先が衆院選挙で衆議院議選挙ですが、では、介護施設で選挙はどうなっているか。介護施設でも選挙は当然やります。確かに不在者投票というか、代理投票もございますが、本人がまあ、いよいよ施設でまあ、 いろいろ、こういうホール、まあ、うちの場合ですよ、こういうホールで、まあ、選挙投票をやってますね。いろいろ、選挙管理委員会も入れて、はい。まあ、いろいろ施設で、まあ、誘導してです。はい。こういう施設での選挙も確かに、いいもんですね。いいものというか、こういう不在者投票解決、まあ、投票で一票台になるか、わかると思います。確かに不在者投票もあるけど、やはり施設内の投票も確かにございます。どこの施設だって同じでございます。はい。というわけで、 施設の投票、確かに。まあ、勉強になりました、わ、はい。私、入所してからも初めてですよ、あの、今日、おあったり。まあ、今年も久々に経験すると思いますがね。はい。以上です。バイバイ。